オライは、陰末の帝角神時代の官僚。式にて、姓は英、意味な秋と伝えられる。オライはあだ名。父親は、非廉と言う。比廉は、走ることにたけ、オライは、強力で知られ、その能力を認められて、陰の中央に仕えた。その後、中央によって、国政を任せられるが、人を残限し、傷つけることが巧みであったので、諸侯から嫌われ、オライと呼ばれる。 諸侯はますます、陰から遠ざかり、陰州革命を促進させた。州の武王が陰の中央を撃った時、オライは中央と一緒に殺された。父である、レンの家系は、オライの弟の末活が継いだ。その子孫が、春秋戦国時代の進むの長子になった。オライは、父ヒレンと同じ墓に葬られた。その後力ぶりは、伝説となっていた。小説、 三国支援儀において曹操が、天意を見た時にその合力ぶりを見て、これは、古のオライの再来だと言い,い、囲後天意のあだ名になった。オライの子孫が神に封じられ、春秋戦国時代の旗の祖になったと言われているが、その場合は、川という人物が介在しており、具体的な形図には、諸説がある。川の子孫が神を起こしたのであるが、川は、オライの子という説、川は、 オライの兄弟という説、おらい側という名で同一人物という説の3説が伝えられている。ありがとうございます。